スズメの赤ちゃんは、孵化後約2週間で巣立つ。スズメの足は、非常に強力で枝につかまりやすい。スズメにもアルビノが存在し、真っ白な羽を持つ個体が稀に見られる。スズメは暑さに強く、夏でも活発に活動する。スズメは、昔から、幸運をもたらす鳥とされている。その理由は、古くから人間の住む場所近くで生活しており、農作物の害虫を食べてくれる益鳥とされてきたから。スズメが家に巣を作ると、その家に幸運が訪れると言われる。スズメは、米を好んで食べる。スズメは一部地域では、丸焼きとして食べられることもある。スズメという名字は、存在しない。スズメの卵は、白または淡い青色で斑点があることが多い。スズメは平均して、約15グラムの体重しかない。スズメの寿命は、野生で約3年から5年。スズメの飛行速度は、平均で毎時 40km に達する。スズメの赤ちゃんは、孵化後約2週間で巣立つ。